してるんですか。よし、これ作ろう。これだな。よし、ちょっと絡めてくださいの。ああ。はい、帰ってきました。到着。なんだったんですか、さっきのやつ。いやいや、今回ね、なんか自分でシンカー作りたいなと思ってて、あれをちょっと自分で性能の高いものをね、はい、安い値段で作りたいなと思ってた。あー、いいですね。そうそう、タイラバって知ってる？いや、あー、知らない。こういうやつ。これね、タイするときにめちゃくちゃ良くて、はい、普通こう重りって底つけてそこでこう釣るような感じなんだけど、はい、この重りって巻いて釣ってもいいやつなの。でこれ自分で安い値段で作れたら面白いなと思って。ああ、そう、それで今回ちょっと100円均一の道具なんかで、はい、だけで作れたら安い値段でいけんじゃねえかみたいな、はい、ということで、そう、今回はタイラバ風進化を、はい、作ってみようという回です。ということで、まずは主役、これ100均これしか売ってないんですよ。ナスが青森と言うけど普通のペンチ、穴を開けるという作業に使う木。おお。あとはまあ一応この穴を拡張するときに使えればいいなと思った細いドライバー関係、あー、そこグリグリできるかなと思って、はい、これも100均で売ってますんでいいと思います。まあこんな感じの道具で今回は作っていきますので、はい、じゃあやってみましょうか、はい、ここの金具を切っていきます、はい、こんな感じで切ってもらう、すぐ切るから、ちょっとでも余ってるからこれさ、きれいきれいにね、結構あの金具とか飛ぶと危ないんで気をつけてくださいね。豚の鼻みたいな、おね、これ入ってるから。で、ここから、タイラバの仕掛けって斜めにこう糸が通ってると思うんですけど、はい、この糸を通すために穴を開けてくる、ね、斜めに通るように、ね、はい、ここにね、こう目印をつけてみます。あ、やるとき手気をつけなきゃね。そう、あの今ね、即席で僕やってるんでしょうがないですけど、軍手とかある人、軍手つけてやってくださいね。よし、で、次、斜めに開かないといけないんで、はい、この6って数字あるの見えます？ここと、この一番上の真ん中、間、はい、ここにちょうどマジックとかある人はマジックで、はい、目印つけて、で、この上とね、長辺、はい、やったらここがな斜め、要は斜めだよね、ここ見えるかな、はい、ここ要は斜めになるように、あ、糸が通るときに、はい、穴開けてます。はい、気をつけて混ぜてやってくださいね。ほい、で貫通したんで、こういうふうにね、貫通した後はここにパイプを通していくんですけど、この絡み止め、はい、これあの釣具屋さんどこにでも売ってますんで、あ、これを保護用パイプとして使っていきます。まあ色は何でもいいです、赤でも蛍光でもいいんですけど、太さだけ注意してくださいね。太さだけ、はい、0.8、 多分これが一番いいです。で、パイプ通していくんですけど、だいたいね、少しこう穴よりも長めに取ってあげてくださいね。あのパイプじゃないと最後にこれあの ここをそのままハサミで切って使っちゃうと鋭利になっちゃうんですよ。あ、ライン切ることになっちゃうんで、こういうふうにしてすれば、はい、少し長めに取ったら、
切っていくとすると大丈夫ですね。あ、そしたらここを何でもいいですライターで炙ってみます。この今ね角すごいここね直角になってるでしょ、はい、切ったばっかりだからこれがそうここ直角になってるの。これがねあめちゃくちゃラインを傷つけるのよ。あきちんと切れちゃう可能性あるから少しでも可能性を減らすためにライターで炙っていく。こんな感じ。おお、ね、ちゃんと通ってるよね。はい。してこれね最後ねあの温めるとローみたいな感じで溶けるんだよね。溶けちゃうとあのすごいあのライン貫通しない時あるんで最後これ、はい、貫通させてあげてください。はい。あの爪やじでいいです。ああ、一番それがいい爪やじが。あと切るんで。いいよ。ちょっと外した。これで平らかと同じように斜めになったわけですよ。で、糸通すと糸通さないとわからんからね。そうですね、ほら、斜めやってる。これ平らばと同じ状況ですよ。100円で作れるならっていう感じでしょ。まあ、そうですね。だよね。まあ、と、まあこんな感じで今回はね、100均で買ってきた道具で平らば風の万能シンカーを作るっていう、はい、まあ感じだったんですけど、これぜひね、皆さんもちょっと試してぜひロックフィッシュ、フラットフィッシュ、あとはもちろんタイをするときにね、うん、ぜひ使ってみてください。それでは皆さんごきげんよう、さよなら。